100V、100W の電球がですね、なかったもんですからね、100V、95W、これでお話しさせてもらいます。100V、95W ですね、の、白熱球ですね、の抵抗はですね、常温ですね、常温で 8.1 オームですね。ねえ、これ点灯しますとね、点灯すると、2500度ですね、 C のですね、高温になります。で、抵抗はですね、どうなるか言ったら、 R は、8.1 かっこ1プラスですね、タングステンのね、タングステン、フィラメントのね、タングステンの温度係数ですね、抵抗の、温度係数は、4.9×10⁻³ ですのでね、ここへですね、4.9×10⁻³ かけ温度ですね、2.5×10⁻³ですね。はい、でこれ計算しますとね、108オームなんですね。108オームね。それで電圧の方から計算しますとね、電圧と、電力ですね、計算するとですね、R イコール、P 分の V 事乗ですから、100の事乗を95で割ります。そうしますとこれね、105オームなんです。これね、ほぼ合ってるでしょ。こういうことなんですね。はい、ちょっとこれ、ま、ややこしい表題つけましたけどね、こういうことなんです。で、これでね、100ボルトの、100ワットですね、この場合ですね、常温で7オームと言われてますね。はい、それでね、これまあ点灯ですね、点灯するとですね、この R ダッシュはですね、 7×1 プラス 4.9×10⁻³×2.5×10⁻³ ですね、ごめんなさい、そうするとこれがですね、93オームになるんですね。まあ、ほぼ100オームになると、こういうことになります。はい、ちょっとね、これが売ってなかったんですよ、高難さんにね。それで95ワットの、電球で説明させていただきました。